朝、日の出とともに目を覚ますのは生前からの癖であり、年寄りの朝は早いというだけで特に理由はない。しかして別に朝から散歩に出かけるでもなく、こたつのスイッチを入れて温まるまで布団の中の湯たんぽを抱きしめる。ほどよく暖かくなっているので都合がいい。仮にも神が寝食をしている住まいとは思えぬ四畳半のボロアパートだが、住めば都というもので長年暮らしていると不思議と愛着が湧く。生前は平安貴族だったので、こういう狭い家には不慣れなはずが、勉学の神として祀られて千年と少し、よくもあんな豪邸で寝起きしていたなと懐かしくて笑える。こたつが温まった頃を見計らって、湯たんぽを抱いて洗面所という名の流し台へ。桶に湯たんぽのお湯をためて顔を洗い、ついでに歯を磨く。ゴシゴシと丹念に磨きながらテレビの電源を入れる。この時間はNHK のおはよう日本を見るのが日課になっているからだ。あの番組は日本各地を生中継でつないでいるのだが、現地の農家でアルバイトをしている神が妙に上ずった顔で映り込んでいたりするので面白い。身支度をしながらタイマーをかけておいた炊飯器からご飯をよそい、冷蔵庫から卵を取り出して小鉢に入れてちゃぶ台へ。お徳用の味のりの蓋を開けて、朝毛の用意は完了した。あ、箸がない。実はここ100年くらい毎朝卵かけご飯を食べるのが日課だ。昔は卵は貴重で高かったし、生のまま食べるという概念がなかった。しかしこの国の発展とともに卵は安価になり、卵かけご飯は浸透していった。100年以上他の神たちに卵かけご飯の素晴らしさを説いていた身からすれば、昨今の卵かけご飯ブームは感慨深いものがある。私が布教を始めたばかりの頃は、どの神々も人のことを、勉強のしすぎでおかしくなった、生卵が食えるか、梅ヶ枝餅食ってろ、焼いて食え焼いて、と辛辣で誰も相手にはしてくれなかったものだ。卵かけご飯の流儀として、まず卵は別の碗で粗くかき混ぜる。決して混ぜすぎてはいけない。黄身と白身が程よく残っていないと食感の不均一さができないからだ。そして炊きたてご飯へ醤油を点々とこぼすように落とす。決して回してかけてはいけない。濃い部分と薄い部分を作らないと。そして卵を流し入れて完成だ。ああ、今日もうまそうだ。いただきます。卵かけご飯は飲み物だ。かっこむようにして食べるのがよい。濃い卵の風味と醤油の香りがたまらない。半分以上食べたら味のりを手に取り、粗くちぎって残った卵かけご飯へ振りかける。味の変化は楽しめて二度おいしい。ああ、あっという間に食べてしまった。以前、この食べ方を友人の神に熱弁したところ、俺は卵白を泡立てて食うのが好きなんだよ。口出しするなや、と割と本気で怒らせてしまった。卵かけご飯は奥深い食べ物だ。まだ出会ったことはないが、卵かけご飯の神様もいらっしゃるのかもしれない。たくあんをかじりながら、新米キャスターのあたふたしてる様子を眺めて笑う。
彼は数年前、うちの社へ合格祈願に来た。ずいぶんと大きくなったものだ。こうして自分の夢を叶えた子を見ていると、なんとも嬉しい気持ちになる。窓を開けると、朝の冷気が肌を刺す。遠く、宝満山の頂には雪が積もり、朝日を浴びて輝いている。たまには宝満山のふもとのかまど神社へ出かけてみようか。運が良ければ、ご祭神の玉より姫様が、ふもとの蕎麦屋でバイトしているところに出くわせるかもしれない。よし、昼は蕎麦にしよう。太宰府は、今日も平和だ。